物珍しいだろうが、当家は異国との付き合いもあるゆえ。いえ、失礼いたした。半蔵殿、こたびはどのような用件か。余は家康様のお力で天下太平。よもや今さら、調略に見えたわけでもあるまい。まことに今は太平の世でござる。それも伊達方が関ヶ原の戦いの最中に、 上杉を抑えた働きあってのこと。太平の礎に力添えくださった政宗殿にはお礼の言葉も見つかりませぬ。政宗殿、拙者奥州であやかしの動きありという噂を耳にいたした。これはいいなことを。あやかしなど取るに足らぬ噂でござろう。重長殿、太平は守り続けることこそ肝要。 どのような火種が天下に災いをもたらすやも知れませぬ。よかろう。あやかしのことを耳にいたせばお主に知らせよ。かたじけない。ではこれにて。半蔵殿は異国のものとあやかしを重複したと聞く。確か。安人は死に申した。ほう。 Weren't you supposed to be dead? Oh, sorry. わしらに似たまもかなたありよみがえったのじゃ。すべては巡り巡る。いや、そう、この国に再び霊石を用いた戦乱が起ころうとしておるのだ。
口も察しておろう。半蔵に危機が迫っておる。半蔵は奥州の雄伊達政宗が霊石を集めておると突き止め、その目的を追っておる最中に消息を絶ったのじゃ。安治よ、急ぎ奥州へ向かってくれ。新玉の気配も強い。気をつけるのじゃ。
残る半蔵の気配。今は遠いが、どうやらこの先におるようじゃ。ここ遠野は霊石の地。あやかしが力も増しておるはず。油断はならぬぞ。
人の面影があるようにも見えたが、戦乱なき世を目前にして面妙なことになっておるようじゃの。
昔の地だったとは。マサムネども、やはり何か隠しておられた。
毎万年の神木を祀る森を踏み荒らしよって。
このような人里があったとは。半蔵の気配も遅行なったが、あの玉が死を隠す前に来ている。潜り込んだようだが、所詮は一人。我らにかなうはずもないわ。手段など通ってはおれぬのだ。
様の下旨があるまで殺してはならぬ。
殺す様に力が漂うておる。ハンジーよ、血を抜くでないぞ。鬼を斬る男か。面白い。我は幽武無双の伊達重猿。鬼となったこのわしを。
せぞ。
遊武無双にして引くことを知らず、一鳥橋にでも引かず、ついには鬼と化し、政宗様の刃となる。いつまで人の心でいられようか。これも霊石を使った報い。もはや時は残されておらぬ。政宗様の天下のため黒羽ばきを率いて最後の戦へ向かわん。魔女へ急いでくれ。わしはやるべきことが残っておる。
またどうぞ。